本日は生で見たらいい人だった芸能人について紹介していきたいと思います。それではどうぞ。長瀬智也。焼肉屋で遭遇した。声かけたりはしてないけど、ご友人。とずーっと楽しそうに、元気いっぱいバイクの話をしてた。うちの旦那が長瀬と会った。長瀬は酔ってたらしく、あっちから気さくに話しかけてきたって。見た目も中身も男前すぎらしい。ケンコバさん。落ち着いてる人だった。ドラッグストアで精力剤のドリンク買って、領収書くださいって言ってた。目玉の柄の浴衣着てたわ。私も会ったことある。優しくて感じのいい人でした。私が帽子おしゃれですねと言うと、母の手縫いですとボケてくれました。昔近所に住んでいてケンコバよく見かけた。この人に遭遇した人たくさんいたけど、みんな口々に良い人と言ってたな。高橋一生。エキストラ全体に挨拶とお礼を言ってたけど、すれ違った時にも個別に、お疲れ様でしたと言ってくれた。ドラマのスタッフとかにはすごい評判いいらしいですよ。インタビューした記者が全員ファンになるくらいの神対応らしい。歴代マネージャーとも良い関係を築いていたみたいよ。歌手のユキ。昔南で道聞かれた、めっちゃ感じの良い人でした。道聞いて聞といて感じ悪くはしないでしょ。私もプライベートのユキちゃんとお話ししたことあります。めちゃくちゃ気さくで素敵な人でした。アイコ。東京駅の近くで声かけてもらったことあります。何年も前のライブグッズ身につけてて、ファンだって気がついてくれたんだと思います。優しすぎて泣きました。向こうから声かけてくれるなんて最高じゃん。伊藤秀明さん。見とれてたら、こんにちは。って挨拶してくれた。伊藤秀明はファンサすごいらしいね。いろいろな意味にとってしまうわ。私の職場で海猿の撮影をしたので、何度もお会いしましたが本当に気さくでいい人でした。かっこよかったです。ドラマも映画も撮影にはたくさん参加しましたが、あの撮影に関わる俳優さんは皆さんいい人でした。菅田将暉。某ライブで、感じよかったです。ライブはあったうちに入る？隣にいたし一緒に盛り上がりました。菅田将暉もあなたも観客で隣同士だったってこと？いいなぁ。ライブハウスです。ずいぶん前なんで、最初菅田将暉だって知らなくて周りの反応で知りました。菅田将暉、近所のラーメン屋のカウンターでぼーっとしてたら、隣に座ってきた。パニックになってしまい、あの、って連呼してたら、ここのラーメンうまいっすよね、と笑顔で声かけてくれた。恋に落ちる瞬間ってこんな感じなんだなと思った。竹川幸秀さん、新幹線の駅で、お子さんと話していました。穏やかで素敵なパパさんでした。私の学校の講師もやってました。明るくすごくエネルギッシュな先生、いつも笑顔でしたよ。山下智久、某撮影のエキストラに参加した時に、友人が山 P の歌のダンスを踊り狂っていたんだけど、それが視界に入ったようでとても笑ってました。いい人なんだなって思った。松田聖子、聖子ちゃんは道を歩いてても、聖子スマイルでみんなに手を振ってたよ。聖子ちゃんを昔接客したことあるけど、すっごく感じよかった。にっこり笑って、どうもありがとう、って言ってくれた。ザ・アイドル、って感じだった。松田聖子は本当アイドルのプロだよね。石原良純。友達の話だけど石原良純さんは、ダンディで腰も低くてめちゃくちゃ感じよかったらしい。鎌倉駅でお見かけして、田舎者の私は芸能人だ、とびっくりして、わー、と言っちゃったのですが、にこやかに会釈してくださいました。キスマイの宮田くん、本当にテレビのままだし腰も低くて好きになった。私も見たことあります。宮田だと叫ばれてもニコニコ。一般人に囲まれて、笑顔混じりに歓談していました。私はお客様として来店してくれてたんだけど、普通に宮田くんから話しかけてくれるし、ニコニコですごく好感度上がりました。いいなぁ。宮田くんの笑顔癒されるんだよなぁ。池内博之さん。居酒屋さんでお見かけしました。自分で釣ってきた魚を居酒屋さんの大将にさばいてもらって、その場にいたお客さんたちに振る舞われていました。笑顔がとても素敵でした。当時、高校生で友達と旅行先の海沿いで花火してたら、混ぜていて声かけてきて、一緒にいたもう一人のモデルの男性と一緒に花火した。もう一人は気乗りしない様子だったのに、彼はとにかく気さくでいろいろ話もしてくれて、ちょっと遊んだ後、早く帰るんだよって言って去ってった。バーディー、アイドル見たさに24時間テレビの募金に行ったら、一番ニコニコ笑顔で優しく手を振ってくれていたのはバーディーだった。バーディーさんがロケしてるところに3回くらい遭遇したことがあるけれど、確かにいい意味でとっても普通というか、柔和な印象でした。中村智也。撮影している時に会ったことあります。知り合いのお店の中だったので見学させてもらっていて、
当時1歳の息子を抱っこしていたのですが、女優さんが息子に駆け寄って抱っこしてくれて、そしたら中村智也さんも来てくれて、息子の頭を撫でてくれました。超羨ましすぎる。鈴木奈々ちゃん、ショッピングモールの写真撮影と握手できるイベントでとても感じよかった。主人が同世代で同郷なんだけど、その子と言ったらどこ中？やばい、地元嬉しい、みたいに。どんどん話してくれて、後ろの人もいたからマネージャーさんに話遮られてたけど、それなかったら、1時間以上話してくれそうなくらい、フレンドリーでした。鈴木奈々ちゃん、裏表なさそう。舘ひろしさん、勤務先のレストランで接客をしました。周りの人も感じがいい人ばかりで、その中でも中心にいる舘さんが一番の気遣いの人でした。ダンディーで紳士すぎた。舘さん、イメージ通りでダンディーで素敵な人なんだね。夢を壊さないでくれてありがとう。私も某アパレルショップで見かけたけど、店員さんにもフレンドリーで、何よりダンディーで素敵。なんかの時で見たけど、スタッフの女の子が忙しそうに仕事してたら、お嬢さん、そんなことよりたい焼き食べなよって買ってきたたい焼きを勧めたエピソードが好きです。サカナクションの山口一郎。クールかと思ってたけど、子供にも私にも感じよかったです。めっちゃ羨ましい。いい人だったならよかった。5年くらい前に京都造形大のブックフェア行ったら、ゲストに山口さんがいた。すごく気さくに話してくださったよ。あまりに普通にいるから一瞬大学の講師かと思った。千鳥、大阪でロケしてたとこ見た。ロケ慣れもあると思うんだけども、番組スタッフも千鳥の二人も周りにめっちゃ低姿勢だった。昔地元の漫才ライブに千鳥が来てくれた。私はスタッフバイトで舞台袖にいたんだけど、千鳥は他のコンビの出番を袖から見守ったり、出番終わりを写真撮ってあげたり仲良しでほのぼのした。千鳥の出番直前に、ノブさんに地元の名物を聞かれたので2、3答えたら、漫才のネタ中にさらっと取り入れてて、さすがプロだな、と感心したよ。ちなみに、大悟さんの方が人懐っこくコロコロ笑ってて意外だった。ザ・タッチ、私双子なんだけど、妹といたら双子？わーい、って言いながら手振ってくれて、ロケ終わったらわざわざ戻ってきて一緒に写真撮ってくれた。小さくて可愛いおっさんだった。向こうも双子に会うとテンション上がるんだね。何それ可愛い。かつみさゆり。さゆりちゃん、って通りすがりに声かけたら満面の笑顔もらったことある。めちゃめちゃ可愛くてずっと大好き。かつみは横でムスッとしてた印象しかない。さゆりさん、可愛いねーって友達と見てたら私たちのカバン見て、ライブ帰り？誰のライブ？って向こうから声かけてくれた。トム・クルーズさん、早朝の日比谷公園にセキュリティなしで一人でいた。会釈すると、ビッグスマイルでグッドデイ、って返してくれた。あの時からずっと彼のファンです。すごい、なんか映画みたいですね。素敵な体験。梅沢富美男、寿司を譲ってくれた。どんな状況？母の日にテイクアウトのお寿司を、予約なしで買いに行ったらネタ切れ多くて、あるもので作ってもらうことに。そこにたまたま居合わせた梅沢さんが、母の日かい？これ譲るよと折り詰めを譲ってくれた。地方公演中で仲間に大量のお寿司を買いに来ていたっぽいです。普通に良い人だった。優しいね。母の日かい？もう、完全に富男で脳内再生された。バックに夢芝居が流れそう。梅沢富美男は優しいらしいね。友達もドラマの撮影してるところ見てたら、向こうから話しかけてきたって。優しい。これからもレモンサワー愛飲するよ。時男の松岡くんに静岡のコンビニで遭遇した、鉄腕ダッシュのロケの合間だった。勇気を出して、番組見てます。頑張ってくださいと声をかけたら、おお、ありがとう、何買ってんの？コーヒー飲む？ジュースにする？お菓子とか持ってきなよ、と言って全部支払いしてくれた。男前。時男の松岡、めっちゃくちゃかっこよくて、テレビのまんまの話口調で気さくに話しかけてくれた。有名人がよく来る施設で働いてて、いろんな芸能人見たけどダントツで気さくで素敵だった。私もお会いしたことありますが気さくで良い人でした。松岡さんから話しかけてくださったことに驚いて、頭が真っ白になりました。同じく、ものすごくかっこよかったから仕事、見すぎない見すぎない、って言い聞かせながら対応してたのに、まさかの話しかけられてポカンってなってしまった。東出昌宏さん、ドラマのロケで一番愛想よくて握手までしてくれた。やっぱり女好きなんだな。握手してもらってその言い草。男なんてみんな女好きだよ。財前直美さん、映画、天下は伝説殺人事件の舞台挨拶後の移動中？道で遭遇。こっちは映画見た後だったから緊張してて、無言で小さく手を振ったら、めっちゃ笑顔で手を振り返してくれた。木村拓哉、中学校の修学旅行でチェンジの撮影を国会議事堂でしてた。
生徒みんなに手振ってくれていい人だったよ。父のサーフィンに家族で行ったら、まさかのキムタク。お母さんがテンション上がっちゃって写真撮って、ってお願いしたら、母の肩に手置いて、グッドポーズで写真撮ってくれた。松潤、子供の幼稚園行く途中に有名なロケ現場があって、朝通れないことが多々あるんだけど、どうぞ、通ってください、道塞いでてすみませんって道開けてくれた。そんな芸能人初めてでびっくりした。私も一緒、交通整理みたいな感じで、ご迷惑おかけしてすみませんって、通してた人がすごい小顔だなと思って、よく見たら松潤だった。松潤はストイックで、自分たちが作り上げるものに対しては厳しいけど優しい人だと思う。知ってるよ。厳しいけど優しいよ。アントニオ猪木さん、昔バイトしてたところにイベントで来てたんですが、私当時18歳の小娘がたまたまアントニオさんのいる部屋に入ったら、すぐに椅子から立ち上がって、お疲れ様です。定着してくれて感激した。私は空港で会いました。おばちゃんたちに囲まれて握手攻めに会ってたけど、全員に笑顔で対応してて優しい人だと思った。土屋アンナ、昔、撮影の現場の一番下っ端で働いていたんだけど、土屋アンナちゃんの撮影に入ったことがある。下っ端スタッフの私にも、まるで仲のいい友達に話しかけるようなノリで話してくれてびっくりした。しかも他の誰に対しても全く同じ態度。明るいし可愛いし、ずっと応援してる。土屋さん、仕事でご一緒したことがありますが、ちゃんと立ち上がってハキハキとご挨拶してくださって感じのいい方でした。私も撮影に入ったことあるけど、アンナさんが妊娠中で、ヒッキックーとかやっててすごく面白かったよ。気さくな感じでした。ラルクのハイド。新幹線のホームで遭遇したけど、超絶いい匂いがした。バラ?みたいな甘い匂い。普通にのほほんとした良い人だよ。あの人中身はメンバーで一番普通やもんね。沢口康子さんはすごく丁寧な方でした。ご近所さんなんだけど、向こうの方から歩いてきて私とすれ違う時に、左に避けるか右に避けるかお互いバタバタしちゃって、申し訳ありませんって謝ったら、わざわざ帽子を取って、こちらこそごめんなさいって言ってくれた。すごく上品だった。相葉くん、超庶民的な焼肉屋で隣の席に友達らしき人といた。私たちが追加で注文したくて、店の人に声かけてもなかなか気づいてもらえなかった時に、相葉くん本人がすみません、こちらのお客さんがお呼びですよって、さりげなくお店の人を呼んでくれた。羽賀健二、地方の仕事か何かで店に飲みに来た。打ち上げだと思う、50のママとめっちゃ意気投合してて、マダムキラーだと確信した。ママすっかりファンだったもん。原辰徳監督、同じ飛行機に出くわした。すごい圧がすごかった。応援ありがとうね。手がっつりの握手ががっちりで圧がすごかった。と、お父さんが少女のように感動してたわ。板野智美さん飲食店で何度か担当したけど、誰といてもニコニコしてて店員に対しても変わらない態度で、びっくりするぐらい良い子だった。市原隼人、ドラマのイメージでもっとツンツンしているのかと思った。ルーキーズの頃にコンビニで私の後ろでレジに並んでいた。全然気がつかなかったけど、若い女の子たちがキャーキャー言っているから後ろ振り向いたらいた。終始笑顔で女の子たちにありがとうと言いながら、止めてあった車に乗り込んだ。その後も窓開けてその子たちに手を振って帰っていき、なかなかの神対応だった。竹野内豊さん、よく行くお寿司屋さんで数回お会いしたことある。一回一緒にいらした方が騒がしくしてたら、みんなに謝って回ってた。いつ見てもあのまんま落ち着いてて、かっこいい。神木くんはまんまだったわ。そんな感じする。素があんな感じなんだろうね。私がバイトしてた百均によくお母さんと来ていて、パートのおばさんたちが、あれ子役の子よね?とざわついていたら、後ろから、千と千尋の棒のまんまの声で、そうだよ神木隆之介だよ、と言って走り去っていったらしい。可愛かったらしい。神木くんを渋谷で見かけた。本人か似てる人かわからなく、ガン見してたら、目があって本物だとわかった。焦って挙動ってたら、にっこり微笑んでくれた。絶対良い子だと思う。駅でロケしてた時、神木くんがホームにいて、誰かが電車の中から神木くん、って叫んだ声に、笑顔で両手でめっちゃ手振って答えてたよ。可愛かった。幼少期に同じ生活圏内に住んでて、よくスーパーとかで見かけたけど可愛すぎた。女の子より可愛かった。ガン見しすぎなのかよく手振ってくれた。竹内力さん、サービス精神があって笑顔が輝いてた。今も好きです。力さん、すごくいい人。仕事関連でお会いしたけど、プロ意識というか、サービス精神はすごいと思います。旦那が中華街で見かけて会釈したら、会釈し返してくれたらしい。私もお会いした時に写真お願いしたら、
握手もしていただき、肩に手回してめっちゃ決め顔で撮ってくれました。オーラありまくりでかなり素敵でした。鈴木亮平、あのまんま、道端ですれ違って話しかけたのに、めちゃくちゃ良い人すぎた。惚れちゃうわ。まず話しかけられないけど。いいなぁ、いいなぁ、どこで会ったんですか？何話したんですか？吉祥寺の路地裏です。よく気づいてくれましたねー。なんか変なところ見られちゃったなぁ。って言って鈴木亮平の方から手差し伸べてきてくれた。でも背もめちゃくちゃでかかった。友達と待ち合わせしてる。って言ってた。興奮してこっちもいろいろ話したけど全部にこやかに聞いてくれました。西島秀俊さん。サービス精神旺盛でニコニコしててテレビで見るイメージと同じ印象を持ちました。あまりにサービスするからスタッフに阻止されてました。小島よしおさん。近所でロケがあって、集まった小学生が関係ねえやってと言ったら、撮影引き上げで車乗る直前だというのにやってくれてた。すごく感じよかった。京都の八坂の塔付近でロケしていて、女子高生たちが小島よしおさんですか？って話しかけたら、そうだよって言っていた。感じが良さそうだった。沖縄で、千鳥大悟直美またよし吉村を見たよ。吉村とは話せる機会があったから握手してもらった。いい印象だな。テレビと変わらない感じ。吉村見たことあるけど腰が低くて良い人だった。こんな一般人相手にちゃんと対応してくれるんだって思って、吉村で笑ったことなかったけど、ずっとテレビで続けられてる意味がわかった。U字工事はそのまんまでした。いいなぁ、好きだから会いたい。気さくな感じはありましたか？すごく気さくだし、清潔感あって少年のようでしたよ。イメージを裏切らない人たちです。確かにスーツもいつもパリッとしてるし、清潔感ありますよね。謎の少年感もありますよね。おっしゃる意味わかる。クイズでいただいた賞金100万円を、栃木県に寄付した時から大ファンになりました。渡辺直美。アメリカの空港で搭乗待ちの時に渡辺直美に一緒に写真撮ってもらった。もしかしてと思って渡辺直美さんですよね。もし大丈夫でしたら一緒にお写真撮ってくださいって話しかけたら、ノーメイクですけど大丈夫ですか？って言ってくれた。その後も気さくにアメリカの話とか、いろいろ会話してくれて、すごく良い人だった。かなり前に、天海祐希さんの舞台を観劇した後、新幹線の改札付近で会ったことがある。周りにバレないようにソロと近づいてパンフレットにサインと写真をお願いしたら、なんでこんなところにいるの？とフレンドリーな返しをしてくれた上に、めちゃくちゃ低姿勢でごめんね、事務所的にダメなのよ。代わりにハグ、って言って、ハグしてくれた観客に出くわすとは思わなかったんだろうな。その後は舞い上がって、どうやって家に帰ったのか覚えてない。ハグの方が圧倒的に嬉しい、羨ましいです。天海さんかっこいいし可愛い、芸能人のそういう素敵な話はいっぱい世に出てほしい。深津絵里さん、百貨店にピアスを買いに来てた。帽子を目深に被ってたけど、びっくりするほど小顔。接客してた子に聞いたら、とても感じのいい方だったらしい。あったというか、偶然入った飲食店にいた佐藤 B 作さんは、目があったらにっこりしてくれた。多分、佐藤 B 作さんめっちゃ良い人。なぜかうちの母がちょっとした知り合いになっていたけど、一般人の普通のおばさんに優しくしてくれる彼は良い人だと思う。インパルスイタクラ。綺麗だった、水みたいに透明。表現の仕方が良すぎてイケメンに思える。私も通訳の仕事でお会いしたことありますが、すごく腰が低くていい方でした。最初は中国語で周りの方とお話ししていたのですが、日本語で打ち合わせを開始すると、あ、日本語もできるんですね、と気さくに話しかけてくださいました。またこちらからお願いなどしても、確かにその方がやりやすいですよね、などとにこやかに対応してくださり、大好きになりました。木村文乃さん。私がエキストラの時あった。木村文乃さん一人しか乗ってないロケバスに間違って乗り込んだけど、嫌な顔一つしないし挨拶もちゃんと返してくれた。すごい物腰丁寧な方だし、それから陰ながら応援してる。私も木村文乃さんと仕事したことあります。可愛くて性格いいですよね。すごく物腰が柔らかくて、誰に対しても同じ態度で優しい。私の周りのスタッフ、みんな彼女のファンになってます。成城に住んでた友達が昔この人のそばに住んでたんだけど、すごい感じ良かったって。飛び抜けた美人だったけど、ツンツンしてるところが皆無だったらしいよ。それから勝手にファン。チビのリーダーが上のお子さん叱ってるの目撃した。小さな頃から見てたから、お父さんなんだなーって、なんかしみじみした。私はお子さんにバルーンアートを作ってもらっているところを見かけたよ。犬がいいの？ウサギがいいの？ってお子さんに聞いていて、声で気づいた。頑張ってお世話しているいいお父さんだなぁという印象。お子さんはそっくりで可愛かったよ。店にトイレが一つしかないところで、たまたまトイレ入るタイミングが同じになって、
お互いお先にどうぞどうぞって譲り合ったことがある。香取くんと孫悟空出てた時で売れっ子だったけど、物腰低くて感じのいい人だった。今年表参道の美容室で矢口真理さんと居合わせて、握手してもらった。めちゃくちゃ優しくてフランクで自分の中の好感度は上がった。あんな腰が低い性格と思わなかった。なんならテレビで見るより可愛かったし小さくてびっくりした。モームス時代に会ったことあるけど、その時めちゃくちゃ売れっ子で忙しいのに、声かけたらすごく優しく対応してくれたの覚えてる。カボちゃんが歌い出し失敗した時に、すかさずかばってくれたのは矢口さんって話していたし、実際歌番でも辻ちゃんが先輩に囲まれて緊張していたのを、優しくフォローしてあげていたのも印象的。実際にいい人なんだろうね。私も飲食店で会った。私と一緒に同行してた人が矢口さんといるテレビ局の人と知り合いで、話の流れから矢口さんと話すことになったんだけど、終わってからせっかくのお時間、邪魔してごめんなさい、ありがとうございました、と私たちに言ってくれた。同じく腰が低くて好感度上がった。顔小さくて可愛かったよ。患者2の安田くん、腰がめちゃくちゃ低い、下っ端にも優しい。安田くんが性格のいいのは有名だよね。メンバーみんなも認めてる。患者2エイトのマザーテレサというパワーワードが出てきて、もはや気になって仕方ない。15年ぐらい前に友達が素人として患者2とテレビに出た時に、スタジオのセットに座りながらの待ち時間の間、安田さんがいろいろ話しかけて気を使ってくれたらしい。安田くんは部屋に入ってきてしまったハエとかにも優しいらしい。このエピソードじわる。宇梶さんはロケやってて不意打ちで握手お願いしたらしてくれたよ。それからファンになった。エキストラやってて宇梶さんにアイスの差し入れもらったことある。気さくで素敵な方でした。渡辺健。世田谷線で見かけたことがある。自然な仕草でお年寄りに席を譲っていた。お年寄りに渡辺さんですねって言われて、照れくさそうにありがとうございますって言っていた。また聞きで申し訳ないですが、うちの父が映画の打ち上げに参加して土屋太鳳さんにお会いしたそうです。とにかく顔がちっちゃくて華奢で可愛かったそうです。愛想も良く、周りにすごく気を使っててすごく良い子そうだったらしいです。イメージだけど、タオちゃんはしつけとかきちんとされてるお嬢様って感じがする。タオちゃん好きだから、お父様羨ましい。土屋タオちゃん、撮影で何度か一緒になったけど、カットがかかった瞬間エキストラの私の方へ走ってきて、この前一緒でしたよね？何の撮影でしたっけ？って話しかけてくれて驚いた、私が答えると、あ、そうだ。ってニコニコしながら少し話してくれました。タオちゃん本当にいい人です。見かけた時に手を振ったらありがとうって言って手を振り返してくれました。テレビで見るより顔も小さくて華奢で本当に可愛かった。会ってから大ファンになりました。東方神起はキラキラしてた。作りの整った小さいお顔が、細身の長身の上に乗っかってた。スタッフやダンサーさんと話してると言葉が砕けるからか、テレビで喋ってる以上にネイティブな日本語だった。日本のファン向けにわざと片言の日本語使ってるって K-POP 好きの友達から聞いたことある。一生懸命日本語を話してるのが可愛く感じるらしい。ありがとうございますとか言うと会場はキャーとなるって言ってた。当時メディアにはそこまで出てないけど、勢いあった小森純をたまたま見かけた。好きだから見ちゃった時に、向こうから手を振ってくれて、純ちゃんのこと好きなんです。って伝えたらうちのこと好きなの？レアなんだけど、ウケんだけど、嬉しいんだけど、シャメ取ろうよ。って向こうからぐいぐい腕回してきたり、寄り添ってくれたりして好感度上がりまくった。小森純、陰キャに優しいギャルみたいでいいね。かまいたちの山内さんに難波のパチンコ屋で台を譲ったことがある。20年前、ありがとうございますってめっちゃ腰が低かった。私は北斗のスロットで横から目を押してもらった。7止まらないなぁと思ってたら華麗に北斗揃えてくれた。ドラゴンズの浅尾拓也さんを新幹線で見た。ファンに優しくしてた。羨ましい、やっぱりかっこよかったですか？そりゃもう、女性の荷物が座席に引っかかってるのを助けてあげてて、そこで浅尾さんですか？って気づいた様子。優しいね。10年以上前なんだけど、ハワイ旅行に行った時、工藤飛鳥ファミリーに会った。その時はまだデビューしてなくて、野球選手のお父さんの周りにファンの人が握手したり、写真撮ったりで集まってた。工藤選手の奥様と工藤飛鳥くんが端っこで静かに待っていました。きっとプライベートだし、家族でハワイでゆっくり休日を過ごしたいだろうにファンのために対応してるご家族を見て、野球を全く知らない私でしたが、工藤選手ってすごくいい人なんだなーってめちゃくちゃ好印象でした。某お金持ちのホームパーティーで選手時代の工藤さんにお会いしたことありますが、とても良い方でした。当時子供だった私にもにこやかに接してくださり、写真撮影にも心よく応じていただき、一瞬でファンになりました。
私にとって良い思い出です。渡辺徹、観光地でちゃんぽん食べて行ったんだけど、帰りにレジにいた私に向かって、残しちゃってごめんね。でもスープすごく美味しかった、と満面の笑顔でおっしゃってくれた。大沢たかお、思ったよりぽちゃっとしてて、本人かな違うかなってごにょごにょ話してたら、たかおだよって感じで微笑んでくれて大好きになった。たかおだよ。ちょっと、微笑ましい。映画と舞台の役作りで、すごい体を大きくしてた時期あったから、その時じゃないかな？私も見た。その時は痩せててかっこよくて一瞬なのに動悸がした。ちなみに誰かと話してたけどめっちゃ陽気でおしゃべりな人だった。私も仕事で関わったことあるけど、見た目以上にフレンドリーで豪快な感じの人だよね。三浦翔平、割と最近会ったからチャラさは抜けてた。握手してもらってもいいですか？って聞いたら、笑顔で握手してこれからもよろしくお願いしますって言ってくれた。本当に糞もないくらいだったんだけど、結構三浦翔平のこと好きになっちゃってた。桐谷旦那の？冷たくあしらいそうなイメージなのに話しかけるとかあなた強心臓だな。ABCD の塚ちゃん、コロナ前に地方の観光地で見かけました。ご親族の皆さんと一緒にいました。ご兄弟のお子さんたちからすごく懐かれてました。応援してますって声かけたら、笑顔で向こうから両手を差し出して握手してくれました。めっちゃいい人。沢村一輝さん、学生時代のバイト先の個人居酒屋にたまに来てた。見た目爽やか身長高くて、握手や写真もあのキラキラな笑顔で答えてくれました。店の大将と一緒に会話もしましたが優しかった。そこからずっと好き。羨ましい。めっちゃ好きなんです。沢口靖子さんと学校が一緒だった。当時から美しいだけでなく頭も良くて運動神経も良くて、性格も穏やかでちょっと天然なのがまた可愛らしく、完璧としか言いようがない。少女漫画みたいだね。なんでかキャンプ場で北村総一郎さんとご一緒したことがあります。とても気さくで温厚な方で、踊る大捜査線の所長さんのまんまでした。羨ましい。いかがでしたか？この動画が面白いと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。